はようございます。今日は私の方から2点発表をさせていただければと思います。まず第1点目は徳島発の政策提言についてであります。国におきましては昨年の12月少子高齢化という最大の壁、こちらに立ち向かっていこうということで新しい経済政策パッケージ、これを閣議決定したところでありまして、現在最先端のイノベーション、こちらを活用した生産性革命、また人生100年時代見据えた人づくり革命、車の両輪として一億総活躍社会の実現に向けた取り組みが進められているところであります。本件におきましても課題解決先進県徳島として、徳島ならではの地方創生の取り組みをさらに進化させていくため、ロボット、IoT、AI、ビッグデータといった最先端技術の活用、さらなる徳島回帰の推進、また大規模災害を迎え撃つ県土強靭化の加速など重点的に取り組んでいるところであります。とりわけ昨年7月その開設によりまして、国の統治機構改変に大きな一歩を記しました消費者行政新未来創造オフィスにおきましては、徳島をまさに実証フィールドとしてエシカル消費の普及、また県内全高校での消費者教育の実施など新たなプロジェクト次々と展開をされているところでありまして、県におきましてもこれらに連携をいたしまして、新次元の消費者行政消費者教育徳島モデルの創造発信展開に取り組んでいるところであります。しかしながら依然として歯止めがかかることのない人口減少の克服と東京一極集中の是正、まさに国地方の最重要課題になっているところであり、地方における一層の創意工夫とチャレンジ精神の発揮はもとよりでありますが、国地方の緊密な連携協力のもと、新たな制度創設や意欲的な実装、従来はよく実証実験とこう言ってきたんですがね、今はそれでは遅い、まずそれを作ってみてやる実装、あるいはモデル事業、その実践に積極果敢に取り組むこととしております。そこで平成31年度政府予算編成への反映に向けまして、まさに知恵は地方にありとの気概と現場主義国民目線のもと、本日徳島発の政策提言を取りまとめたところであります。今回の政策提言における主な項目を申し上げてまいりますと、まず大きな柱の一つとして総合戦略後半戦地方創生成果実験と題しまして、まず1番目人仕事の創設につきまして、地方創生の進化加速に向けた第2期の総合戦略の策定、また地方財政措置の強化、これらを国にしっかりと求めようということであります。また東京オリンピック・パラリンピックを契機といたしましたギャップ認証農産物の生産の拡大について、またその2つ目としては人の創生ということで、消費者行政新未来創造オフィスの拠点機能の強化、また政府関係機関の一層の地方移転の推進について、そして3つ目としては町の創生意思確保地域偏在の解消についてといった徳島ならではの一歩先の未来、これを具現化する提言をまず78項目、そして2つ目の柱としてあらゆる災害を迎え撃つ国土強靭化の加速と題しまして、国土強靭化に向けた社会資本整備の推進について、また安定的に水の恵みを享受することのできる社会の構築についてといった災害に強く強靭な県土づくりを推進をする提言として25項目合わせて103項目の提言を行うものであります。具体的な提言の活動につきましては5月の16日の水曜日、私自身が各省の大臣をはじめとするいわゆる政務三役などに対ししっかりと提言を行ってまいりたいと考えております。次に2番目徳島県建築士会との包括連携協定の締結についてであります。
徳島県建築士会の皆さん方とは今被災建物応急危険度判定士の招集に関する協定を締結しているところでありまして、発災時における県からの要請に基づく活動や平時の防災訓練へのご参加など協力体制を築いてきているところであります。平成28年の熊本地震発生時におきましては余震が続く被災地に応急危険度判定士として会員11名の皆様方が派遣いただいたところでありまして、現場最前線においてご活躍をいただくなどご尽力をいただいているところであります。一方、建築行政を取り巻く現状を申し上げてまいりますと、南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模自然災害のまず脅威、また空き家の増加に伴います安全性の低下、また治安景観の悪化、さらには欠陥住宅による消費者問題の増加などを背景とし、その課題は複雑多様化してきているところであり、県といたしましても対策の強化が必要と感じているところであります。まさにこうした中、5月の2日徳島県建築士会の皆様方から私に直接地域の課題解決に向けまして、徳島県建築士会をもっと活用してもらいたい、大変ありがたいご提案をいただいたところでありまして、この度これまでの協力体制を進化拡充をする包括連携協定を締結をさせていただきまして、さまざまな分野の専門知識、スペシャリスト、ノウハウ、こうした集積をされているまさに頭脳軍団、スペシャリスト集団、徳島県建築士会の皆様方との連携強化を一層図ってまいりたいと考えております。今回の協定につきましては、耐震化などの減災対策はもちろんのこと、発災時の対応、そして空き家、古民家を利活用した地域の振興、移住・定住の促進、エシカル消費の普及啓発など、いわゆる消費者教育の強化、伝統的建築物のいわゆる充電器ですねなど、保存改修による地域の伝統文化の継承、さらには出前講座の実施によりまして時代を担う若手後継者の育成と多岐にわたり連携をするものでありまして、まさにこうした包括的な連携のための協定につきましては都道府県としては全国初のものとなります。まあ、早速協定の締結の成果第1弾といたしまして、発災時において緊急対応可能な被災建築物応急危険度判定士をリスト化していただきまして、即応体制の強化を図っていただきますとともに、大規模な地震などで被災被害を受けた宅地を調査をし、二次災害の危険度を判定をする技術者、被災宅地危険度判定士の招集についても新たに協定に加えていただきまして、さらなる防災力の強化を図ることといたします。協定の締結式は来る5月の22日火曜日に執り行うこととしておりまして、今後徳島県建築士会の皆様方との緊密な連携のもと、今も申し上げてまいりましたさまざまなまさに課題、これらに積極的に対応してまいりたいと考えております。私の方からは以上2点です。どうぞよろしくお願いいたします。発表事項について質問のある者はよろしくお願いします。すいません、はい、政策定義に関して、はい、今の知事の方から簡単に概要を説明いただいたんですけど、特に今回の提言の中で目新しくこれが目玉になるものについてもう少し詳しく具体的にいただけたらと思います。はい、まあ、いよいよこの提言についてはいわゆる国が平成31年度概算要求8月末締め切りと例年になるわけでありますが、そこに向けてさまざまな玉込めを今している時期なんですね。また6月には骨太方針が大体まとまるということで、今経済財政諮問会議ではすでに始動しているところでありまして、国においてはまさに平成31年度に向けての新たな政策、これが作られようとしているところなんですね。そこにまさに現場主義、国民目線、国民主義ですかね、まあ、これに基づく知恵は地方にありの提言をして、そして概算要求にしっかりとこれらを盛り込んでいただこう、これが大きな目的として行っておりまして、昨年は99項目、
99項目ね。で今回は103項目ということで4項目増やしたところであります。やはりこうした中で平成31年度考えてみますと、まさに地方創生、平成31年度は総合戦略、地方としては最終年次迎えることとなるわけで、多くの今市町村など本当に国はこのまま地方創生続けてくれるんだろうか、まあ、そうした声も出始めているんですね。これはなぜかというと、国が総合戦略を打ち出すんだ、新たな第二期目をというのが一切出てこない、ここがありますということで、こうした不安を払拭をしていくために我々としては国に第二期の総合戦略の策定をぜひ平成31年度早い段階でやっていただこうと。そしてもう一つ大きな課題があるんですね。すでに経済財政諮問会議ではこの話題が出ている。つまり地方創生をやっていくためには当然先立つもの、財源が必要となるわけなんですが、その全体としてのいわゆる地方財政対策ですね、地方一般財源総額の確保というこのお約束、これが平成30年度までとなって、平成31年度は白紙の状態になっていますね。ということで、すでに経済財政諮問会議では国がこれだけ借金している、積み重なっているわけだから、この地方の一般財源総額切り込むべきだと、もうすでにこの話が出て、知事会はもとより地方6団体においてもしっかり結束をして、地方創生をこれからも展開をしていくためにはここの部分は絶対に譲れない、また国の地方創生の本気度をしっかりと試す、あるいは示していただきたいと。その意味でこの第2期の総合戦略の早期策定と地方財政措置、これをしっかりとやっていただく、これを車の両輪としてまずは平成31年度の目玉として求めていきたいと、このように考えております。そして県民国民の皆さんにとってはもう一つ大きな心配があるんですね。つまり平成31年度には消費税が 10% になることが今決まっているんですね。過去も消費税を作った時、あるいはこれを上げてきた時、税率を、必ず景気が落ちる、それに対しての経済対策を打つ、まあ、こうした点が当然今回も必要となる。まあ、すでにエコノミストの皆さん方からは、まあ、先駆けとして、まあ、今回は 2% だからそんなに影響ないんじゃないかなっていうことがね出されてるわけですけど、おそらくそんなことはないと思うんですよね。10という消費税が初めて2桁の大台に乗るわけですから、かなりこの消費については影響を及ぼすんではないか、このようにも考えられる。確かにその翌年には東京オリパラがあって、割とそうした気分的にはね高揚感あるわけなんですが、しかし先立つものというのは国民の皆さん方にも大変重要となるところでありますので、今回はもう一つ大きな柱として消費税引き上げ後の景気浮揚策の実施、これをしっかりと求めていきたいと考えております。もちろん徳島として、また全国のモデルとして今走っている消費者庁の消費者行政新未来創造オフィス、これについても拠点機能の強化、いよいよ平成31年度はこれが出来上がったのが平成29年の7月24日ということですから、まあ、今年度が2年次目、そしていよいよ3年次目を迎える大変重要な年と平成31年度はなりますので、そうした意味での拠点機能の強化、そして消費者庁国民生活センターだけが今徳島で全面移転が今方向として決まっている文化庁はなんと東京オリパラの翌年2021年と言われているんですよね。そうしたことを考えると、やはり地方創生、東京一極集中の是正だ、企業の本社を全国に展開をする、そのためには明治開拓以来のこの国の統治機構である各省、ね、各庁、こうしたものの政策創造の場、まさに地方展開が必要ではないか、こうした点も強く訴えかけてまいりたいと考えています。もちろんもう一つの大きな柱である国土強靭化、これもしっかりと、特に今回はサメ浦の改変という新たな局面を迎えてくる、我々徳島にとってみては母なる川である四国三郎吉野川、
まさにこれが今まで災害の歴史がずっと綴られてきたわけでありますが、いよいよ言わずから上流、その武帝地域、今10カ所すでに整備に着手しているのが2カ所あるわけなんですが、残りの8カ所すべてが10年以内に着手すると、まあ、こうした形を国からいただいたところでもありまして、まあ、こうしたものをはじめとする早明浦改編に向けてしっかりと事業を進めていただく必要がある、まあ、こうした点についても強く求めていきたいと、このように考えております。以上です。徳島新聞なわけです。今消費税の話が出たので、はいはい、追加でお伺いしたんですけれども、あの自民党内部であの先送りの議論っていうのがまた起きてきてるっていうことを聞くんですけども、それについてどういうふうに受け止めてらっしゃいますか。はい、まあ、確かに先送りをする、これは消費者、特に高齢者の皆様方にとってみるとね、まあ消費税はないに越したことはないわけでありますから、まあ、確かにそうした声当然出てくる。まあ、すでにもう2度にわたって伸ばしてこうしてるわけですからね、まあ、そうした意味を考えていくと、しかしこれ国際公約でもあるわけなんですよね。そして東京オリパラを翌年に控えると、まあいろいろな意味での高揚感、これを考えるともう来年どう逃すと上げることは難しいんじゃないのか、まあ、そうしたことを考えていくと、まあ、そういう声が出てくる。またそれに対して、うん、それはいいよという声も当然あるのはわかるわけなんですが、やはりここで今挙げないことには、経済財政諮問会議が言っている、例えば平成31年度国の借金こんだけもう溜まっちゃってるわけだから、じゃあ地方創生そんなの置いとったっていいじゃない、そして地方財源の総額確保こんなのは切り込むべきだ、こうなってくるともうまさにガタガタになってきてしまうということになりますので、やはりやるべきものはしっかりとやる必要がある。ただし今申し上げたように、そこに対してのいわゆる激変緩和策、こうしたものはしっかりとやはり考えていく、できれば前広にこうしたものを打っていくことによって、まあ消費税は上がるかもしれないけど努力をすればなんとか対応できるのかな、こうした風潮といったものを国民の皆さん方にやはり広げていく必要があるんじゃないだろうか。そしてそれによって景気、これがガタンと落ちることを何としても防ぐ、そして東京オリパラの高揚感をしっかりと国内隅々にまで行き渡らせる、こうした点が必要となるかと思いますので、まあ、ここのところについては確かにこれは上げてほしくないという声は十分わかるわけなんですが、まあ、今回はいよいよ上げるんであれば最後のチャンス、また国際的な公約をしっかり果たす、日本というのはそうした意味でもしっかりと約束は、ま、守る国なんだということを示す最後のチャンスなんじゃないのかな、このように思っています。ちょっと話が変わるんですけども、各系学園の問題で、国会で元市長、秘書官の柳田さんの、はい、が質疑があったんですけども、まあ、それを受けて愛媛県の中村知事が反論されたりとかしてるんですけども、徳島県が陳情して消費とかに合うっていうことっていうのはありえるんですか。いや、それはありえます、もちろん。それはその時その時に応じて、まあ、秘書官が来られることもありますしね、当然それぞれのタイミング、秘書官っていうのはさまざまな点をいわゆるアンテナですよね、総理のアンテナ、官邸のアンテナとして、まあ、それぞれ各省から出されて、全省庁ではないんですけどね、そしてそれぞれ様々な情報を集約をして、もちろんそれを逐一総理にあげるということが仕事ではなくて、何か聞かれたとき、あるいは早めに手を打った方がいい場合、こうした場合には各省と連携をすると、まさに官邸としてのアンテナ機能の大きな一つ、ね、このように考えています。
柳瀬さんと中村知事の、まあ、意見の対立っていうのはどういうふうにご覧ですか。これはまず中村知事さんの立場としては愛媛県の職員が例えば同席をしていた、これについて、いや同席していたかどうか記憶にないこういう話があって、まあたかも愛媛県が嘘をついているような印象を与える、これは愛媛県にとっては決してプラスでないし、もっと言うと職員の皆さん方の士気に影響するといった意味で愛媛県のトップとしてそこの点についてしっかりと主張されたと、このように思います。はい、知事選についてなんですが、各種団体から知事への出馬要請がありますが、はい、どのように受け止めていらっしゃいますか。はい、まあ、この点については各団体の皆さん方が、まあ、次期知事選、まあ、来年統一選がおそらくそうであろう予定をされるわけでありますが、まあ、そうしたご要請をいただける、まあ、これまでのさまざまな成果、こうした点をご評価をいただいてということで、これは本当にありがたいことだと、まずはこのように思っております。まあ、ただ、大変ありがたいわけではありますが、今もご質問があったりしたように、今非常に徳島地方というのは重要な局面に置かれている。つまり、平成31年度に向けて、この地方創生どうしていくのか。まあ、総理の言葉を借りると、地方創生、なかりせば日本創生はない。つまり、この国の未来はないということでありますし、平成31年度に向けてはすでに経済財政諮問会議が地方創生を本格展開をしていく財源である地方の一般財源総額確保、この約束が30年度まで、これを期間として31年度はこれを切り込んで国の借金返しに使うべきではないか、こうした話もどんどん出てくると、まさに地方創生黄色信号がつくんじゃないかという表題がね、マスコミの皆さんからは出そうな状況となっているわけでありまして、まあ、そうしたことを考えると、まずは地方創生というのは意味があるんだ、意義があるんだということを県民、国民の皆さん方にしっかりと知っていただく、その意味では平成30年度っていうのはその4年締め、いわゆる後半戦スタート、まさに本県の予算に銘打ったように地方創生実感予算、県民の皆さんに実感をしてもらって、地方創生って良かったんじゃない、いいんじゃないか、これからも続けていってほしいな、こうした声が湧き立っていかなければ、結果として経済財政諮問会議の言うように、じゃあ国の借金返しに先やった方がいいんじゃないの、こうした議論により拍車をかけるということになるわけで、まずはこの平成30年度の徳島県の当初予算をしっかりと実行を荒らしめていく。特に今回の予算については、徳島県議会県政史上初の全ての会派からの提言ということで、公共事業あるいは維持管理などを含めた形で対前年14ヶ月予算で100億円以上、これを増やすべきじゃないか、いつ何時線状降水帯が来て、昨年7月の九州北部豪雨、41名の尊い命を失うわけでね、こうした災害が、また南海トラフ巨大地震、中央構造線活断層地震、いつ来るかわからない、これを迎え撃つためにはやっぱりこれはいるんだよね、もちろんこれは社会資本整備にもつながると、まあ、こうした点を128億増と、特に維持管理は公共事業の枠外として建設市場初の50億円台、これを計上したところでありますので、今の予算のままだけでは絵に描いた餅、これを県民の皆さん方がしっかりと、ああなるほどと思っていただける、実感を持っていただくといった意味では、当然地方創生とともにこの予算をしっかりと執行しなければいけない、そして大きな課題であるこの国全体として地方創生大きな岐路に立つ中で、やはり経済財政諮問会議が打ち出してきたような一般財源総額を切り込むと、こうした点についても知事会としてその戦略をしっかりと組まなければならない、それは誰が組むのか、総合戦略を政権評価特別委員会委員長が私ということでありますので、こうした戦略をしっかりと作る、また5億の解消についても我々の方から打ち出してその処方箋を出し、いよいよ地方6団体決起大会が既に行われ、主要政党全ての代表者がその場に揃わったんですね、そして来年の
参議院通常選挙に向けて合区の解消へと、まあ、いよいよこれもスタートを完全に切ったわけですが、周知期間を考えるともう今年の7月までがデッドライン、こうして考えるとやはり国民の皆さん方の後押しがいる、国民世論をどうしっかりと認識をしていただけるようにしていくのか、沸き立つことができるのか、こうした点も実は総合戦略政権評価特別委員会が共にやっていかなければならないということで、県内また国全体こうした点で大変重要な今局面となっているところでありますので、大変本当にもうありがたいお話でありまして、これをしっかりと心に刻み、そしてこれを糧として今申し上げた大きな今の課題をしっかりと乗り越えていく、今はそこに全精力をかけていきたいと、このように考えています。出馬を知事個人としての出馬を判断される時期については、やはりこれらの課題がしっかりと、まあ、決着の方向性が見える時ということになるのではないかと思いますね。前回の総理、まあ、11月1回ですかね、だったかと思うんですけど、その辺、いや、ここのところはですから果たしてそういう時期になるのかどうかっていうのは、当然県の予算の執行と、当然その後にも補正予算というものを組んでいくことになりますし、さらには国の話としては当然新年度の政府予算の目処が立っていくというのが大変重要となりますのでね、そうしたものをしっかりと踏まえた中で、まあここまで来れば今申し上げた課題に対しての対応が、まあ、一通り大体目鼻がついたかなという時に、まあ、冷静に考えるということになるのではないか、一体時期がそれがいつになるかというのはなかなかこれ分からない話ですし、まあ、一部にはね、一時期解散総選挙があるなっていう話があると、それも全体ずれ込んだりしますし、でもしそういったことが起こると、もう一つ政権評価特別委員長の部分として総合戦略というかね、これは全国知事会としての前回は10の提言、昨年10月の総選挙を出したわけなんですけどね、こうしたものも常に常在戦場で取りまとめるということを、つい先般の全国知事会議でも他の知事さん方に申し入れたところでもありますのでね、まあ、そうした常に、あるいはもう定まっている、こうしたものに対して対応しなきゃいけないと、まあ、こういう状況になってますので、まあ、なかなかその時期の点について今どうこうというのは言いづらいと、こう思ってます。お答えは、まあ、同じになるかもしれませんけど、残り1年なんですが、特にこっちから売れて取り組みたい点というのは、やはりこの地方創生の実感をまず県民の皆さんに持っていただく、で私の立場の場合はもう一つ総合戦略政権評価特別委員長ということですから、今度は全国の地方の皆さん方に地方創生って、ああよかった、これをこのままもっと加速的に続けてもらいたい、アップしてもらいたいと、こういう世論の後押しがないと経済財政諮問会議の言う通りになってしまいますので、当然そうした点をしっかりと、これは各県の知事さん方、あるいは全国市長会、町村会、それぞれの議長会と合区解消の危機大会をやっていったように、ここも力を合わせて、まさに地方を総力戦で臨んでいかないといけないと、まあ、こういったところについてのいわゆる戦略と、それから旗振り役、これをしていかなければならない、ここが大変一番重要な役割だと、こう思います。お話も出ました合区なんですが、まあ、7月末がデッドラインということで、見通し、まあ、知事どのようにこう可能性と言いますか、はい、まあ、私としてはこの県政史上初となる合区の選挙がね、まあ、実際になされる、あるいは法律が定まったのそのちょうど前の年になるわけですよね、まあ、その時からずっとこれ27年度から取り組んできている課題でもありますので、まあ、ようやく地方6団体合区解消の決議が揃い、これは参議院改革協議会のね、選挙制度の在り方専門委員会にも参考人として呼ばれて、その処方箋、あるいは各党代表者の皆さん方のさまざまなご質問にも全部即答させてきていただいたところですけどね、まあ、そして足並みが地方が揃い、決起大会までできた、そしてその決起大会に各主要政党の代表者と言われる皆さん方が勢ぞろいをした、
でその中でもう大半の皆さん方からは合区は解消すべきだと、まあ、こうしたお話もいただいたところでもありますので、まあ、そうした点を考えていくと、まあ、なんとかそういった形ができていくんではないか、もういよいよ具体的な話をしていきたいというのが、まあ、当時やった政党ね、民進党の代表政調会長足立さんですからね、からもその場で話があったところでありますので、そうした意味ではまさに参議院はもとより立法府の中でその具体的な処方箋、一体どういう形にしていくのか、まあ、こうしたものが急速に議論がなされていくのではないかと期待をしたいと思います。さて、全く別件でございますが、はい、あのオリックスさんが天神丸の風力発電、はい、中東側で今されてまして、まあ、まだちょっと知事からの意見では早いかもしれませんけど、まあ、どう受け止めましたかということと、あと、自然エネルギー協議会の会長として今回の件どう見たかちょっとお話を伺ってみますか。はい、まあ、今ご質問がありましたように3月の29日オリックス株式会社が事業者としてまだ仮称なんですが天神丸風力発電事業、これが環境影響評価法上の初期段階であります計画段階環境配慮書が国にまず届け出がなされたところであります。法律上の手続きとしてはこれに対して知事としていろんな意見を言うという立場になっておりますので、早速県としては有識者あるいは学識経験者を中心として構成をいたします環境影響評価審査会、こちらをそして諮問をし提出をされた今回の配慮書、これに対して配慮すべき事項に不足はないのか、また配慮の内容について修正すべきものはないのかといった点を専門的知見、こちらに基づくご審議を今いただいてすでに1回会合を行ったところであります。多くの皆さん方から様々なご意見が今出されているところでもありました。そうした意味では5月の14日第2回の審査会を開催をすることとしておりまして、その意味では県民の皆さん方の関心も高いということで傍聴席を前回は10席用意をさせていただきましたが、今回はその5倍となる50席ご用意をさせていただき、開かれた審査というものをしていければとまず考えています。なお第1回目の審査会で委員の皆さん方から出されたご意見を少しかいつまんでご説明をしたいと思います。例えば希少動植物についての専門家の知見を活用した配慮が必要ではないかといったご意見、また登山者あるいは周辺施設を利用する皆様方の意見やその声調査する必要があるのではないかなど多くの意見が出されております。また運営方法についてもご意見が出されておりまして、例えば審議を深めていく、そのためには次に提出される予定となっている方法書、その審査段階から専門調査員であるとか、あるいは専門部会の設置が必要ではないか、こうしたご提案もなされているんですね。まあ、こうした形で今後審査会からいただくご答申であるとか、あるいは関係市町のご意見をもとにしっかりとまずは取りまとめていきたいと、このように考えております。また自然エネルギー協議会の委員長として、まあ、会長としての立場というご質問もありました。まあ、実はこうした自然エネルギーもそうなんですが、さまざまな環境問題、これについては必ず賛否両論が出てまいります。まあ、特に今回この風力発電、非常に大きな施設をいわゆる山中に建てていくということがありますと、景観の問題であるとか、確かにそこに生息をする希少あるいは貴重な動植物ですね、こうしたものの生態系を乱すのではないかということが、これ必ず指摘をされるところでもあります。まあ、そうした点にしっかり配慮をしていく、これも大変重要なことでありますし、またこれに加えて今国の方で環境基本計画、この中でこれからのベースロード電源、まあ、従来は原子力発電のみということになっていたわけなんですが、今回は原子力発電に加えて
自然エネルギー、こちらが加えられたんですね。まあ、どちらかというと自然エネルギーがどんどん増えることによってベースロード電源、この中から原子力発電が消えていく、消えてもらいたい、おそらく多くの国民の皆さん方の声でもあるわけでありまして、こうした点を推進をしていくのが自然エネルギー協議会の立場でもあります。まあ、そうした点を考えていくと、確かに風力発電というのもその中の主要な電源の一つ、まあ、我々としてはなんとか海外のように洋上風力、これを進めていくことができないか、しかしこちらも海上を活用する場合には漁業権など既存のいろいろな権利関係との間で大きな課題がある、なかなかこれは一朝一夕に進まないとなってくると陸上部でということになり、そしてこの風力発電、特に東北、北海道で多いわけですけどね、まあ、こうした点を考えていくと、この風力発電というのも大変主要な自然エネルギーの一つである、こうしたこの国の将来を考えるという課題、これもあるということでありましてこの2つをどううまく合わせていくのか、整合性をとっていくのか、まあ、こうした点は大変難しい課題になってくるのではないのかな、このように思うわけでありますが、この環境影響評価法、これにのっとるとともに、さまざまなご意見に対してしっかりと、まずはこのプロフェッショナル集団、審査会の皆さん方の中で議論を交わしていただいて、ご答申という形もいただくわけになりますので、そうしたものをしっかりと咀嚼をしていければ、このように考えています。あの風力が、風力発電の、社会的背景として注目が集まっているというか、そういった流れの中にあるというふうに考えていらっしゃいます。これはもうすでに実績が北海道あるいは東北であって、逆に北海道電力、東北電力の方ではもう風力からの電気はちょっと勘弁してもらいたいと、まあ、こうした話が実はあるんですね。なぜかというと、どうしても風力の場合には風のある時は発電をするんですが、風のない時には発電ができない。しかしここの点についても今はリチウムイオンをはじめとする蓄電池技術が大変進んできているということ、あるいは水素エネルギーをこれを活用してそして蓄える、こうした新たな手法が技術開発としてリノベーションとしてどんどん出てきているんですよね。まあ、こうしたことを考えていくと、やはり国全体として日本というのは島国、海洋国でありますから、まあ、やはりこの風力に対してこの陸上、海上問わずですね、大変注目されている。本当はこれを海上へ持っていくというのが一番大きなこれからの方向だとは思うんですけどね。まあ、だから今も申し上げたように、既存のさまざまな権利関係との間でそう簡単に進むのではない。でもまあ、じゃあ陸上だったら簡単にできるかというと、今申し上げたようなそこに住まう生息をしている動植物の生態系の問題であるとか、あるいは最近ではやはり景観の問題ですよね。景観が変わってしまうと、こうしたご意見も多く寄せられているところでありますので、こうしたものをまず、そうは言ってもこの環境影響評価法ですね、この法上にのっとってどのように対応していくのか、またその中でさまざまな段階があります。意見の聴取の仕方についてもですね、まあ、こうしたものの中で極力多くの皆さん方のご意見が集約されるように、これは当然事業者の皆さん方にも理解を求めていかなければならない、このように考えています。なぜ天神丸かっていうふうになんか言われた知事はどういったあの背景、社会的背景があると思われますか。この一帯、まあ、美馬市、そして神山町、那賀町というラインになるわけなんですけどね。まあ、従来はよく佐那河内、上勝、そして神山ですね、このラインということでね、これは佐那河内の小柄、ここに風車、うちの企業局がね、最初に建てたのが、まず1号。実はこの時風車、壊れてしまうことになるんですけどね、それまで取られたデータが非常に有効に使われると。ということで、まあ、すでにそこには1万9500キロワットの風力発電ができているんですよね。まあ、こうしたことで、あの一帯というのはもう少し拡大的に見た場合に非常に風況がいいということがおそらくあるのではないか。まあ、事業者の皆さんにとってみると投資をするわけですから、その投資をしっかりと回収できなければ意味がない、つまり発電ができなければ意味がないわけですから、まあ、そうしたまあ、データに基づく、これちょっと拡大になるんだとは思うんですよね。
そうしたものから打ち出されたのではないかと、このように考えています。先日石井国交大臣が会談の方を視察されましたが、防災面においてですね、県内の社会資本整備ハード整備をですね、知事としてはどのようにお考えでしょうか。はい、先般石井国交大臣がね、徳島県の方に入っていただきまして、四国横断自動車道その工事の進捗状況であるとか、あるいはすでに整備がなされました沖ノ外地区の耐震強化管理ですね、ここにはオーシャン東急フェリー4隻が全て台船して 1.7 倍の輸送能力、これを持つ、そして新たなフェリーターミナルを作っていただくとともに、ここに北九州にあったオーシャントランスの北九州、つまり本店を徳島に移していただく、まあ、こうした状況もご覧をいただいて、いわゆるモーダルシフト、九州から例えば近畿、ここに昔は関門橋をずっと通ってきたんですね。しかしトラックの運転手の皆さん方の過重労働、それから安全対策という中で、今は4時間トラックを運転すると30分以上休憩が義務付けをされる。しかしこの休憩の概念の中に、フェリーで運転手さんが休むところは全部休憩時間にカウントできるということで、実は九州から一旦ここフェリーで愛媛に渡り、そして愛媛から、そして徳島道などを通って、いわゆる神戸淡路鳴門自動車道、このルートを通っていくと、なんと関門から4割今大型車はシフトしているんですね。まあ、こうした点をしっかりとやはりこう大臣に見ていただく必要があるということで、まあご覧もいただいて、まあご評価もいただいている。しかし我々としてはやはりこれから今着手をされている四国横断自動車道、平成31年に徳島東インターチェンジ、そして平成32年には県が作ります事業主体として作る地域活性化インターチェンジ須田、これが32年と国からすでに発表がありまして、ここは貯木場を埋めさせていただいて工業団地にして、これを陸の防潮堤にもしていくということを、まあ、進めているところなんですがね、まあ、こうした点もご覧をいただきました。まあ、そうした中で大臣の方からは、特に徳島東インターチェンジと耐震強化岸壁、つまりオーシャン東急フェリーがこう離発着してるね、ものすごく近いですねと、それはそうなんですよね、3分の距離ということで、まあ、これは本当にモデルだ、ストック効果だと、こうした話を直接お伺いをして、まあ、全国のモデルとしてこうしたものも発信をしていきたい、そのためにも平成31年まずは徳島東インターチェンジ、まあ、こうしたものを着々とやっていく必要がある、そして津田へと。で、我々としては阿南のポイントで説明をさせていただきましてね、ちょうど日亜化学工業株式会社さんの駐車場、そこがインターチェンジランプになるところがありますので、まあ、そこで説明をさせていただきまして、まあ、その進捗を早くしていただく、そして特に県南の皆さん方が待ち望んでいる新直轄、国と県がお金を出して作る高速道路ですね、まあ、こちらが最初に平成15年の12月に指定を受けたのが小松島、そして阿南間だったんですね。今は徳島東から阿南までになっているんですけどね、ここを早くまずは開業できないかということで、ここにも津田の成功事例を受ける形で、阿南のインターチェンジから辰江串口、まあ、小松島ですね、こちらに地域活性化インターチェンジを県が作るということで、この間をまず先行開業してもらいたいと、まあ、こうした点も強く申し入れをさせていただいたところです。まあ、実際に日夜の小川社長さんにも出ていただいたところでありますので、かなり説得力があったのではないかと、このように思っています。そして我々としては、さらに南海トラフ巨大地震を迎え撃つための命の道としての四国横断自動車道阿南インターチェンジから南へ桑野、福井、今この両道路については事業化がなされ、そしてその後はもう開業されている日和佐道、その先となるいわゆる麦から東洋町野根までの間、ようやくこのルートが国が定めていただき、今までインターチェンジができないとなっていた宍喰、ここにもインターチェンジを作っていただくこととなりまして、そしてこれについては今県が都市計画決定を行っているところで、まあ、これを早急に行い、大臣の方には31年度の早期事業化をお願いをしたい
このように強く、まあ、申し上げたところです。まあ、大臣の方からはまずは県が都市計画決定早くやってちょうだいねと当然そう言われるわけなんですけどね。まあ、ここのところもいよいよそこまで来たということでありますので、まあ、大臣にはしっかりとこれをお持ち帰りをいただいて、そして現場をご覧をいただいたところでもありますので、その具現化をしっかりと図っていただきたい。我々も大いに県議会の皆さん方とともに力を合わせを流していきたいと。もちろん地元の皆さん方のご協力あってこそということですのでね、まあ、こうした点を県を挙げて進めていきたいと、このように考えています。また一件で、はい、あの管理局の状況なんですけども、はい、その場合変化とございますか。はい、この解読、特に二枚貝に対してのみ影響を与えるということで、まあ、いわゆる赤潮プランクですね、これが影響をなされる。ただ難しいのは、一旦解読にかかった貝というのは、じゃあプランクトンが引いたらすぐ食べれるようになるのかというと、そのなかなか蓄積度合いといったものが簡単に解消しない。しかも徳島だけではなくて、いわゆる紀伊水道全域、兵庫だとか和歌山だとか、そうしたところにもまあ影響が出ているということでありまして、しかし海水温が上がってくるとこのプランクトンはなくなってくるということで、今その発生についてはもう当然これがほぼ解消に向かっている。あとは時間をかけてこの海毒がなくなる、ここがポイントと。ですからまだ潮干狩りなどについては気をつけていただきたいという、こうした点については集中している。こちらはもうマスコミの皆さん方にもご協力をいただいて、そうした報道もよくなされていただいておりますので、まあ、貝毒それを食べて健康被害があったといった点は今のところないところでありますので、まあ、引き続きそうした点について注意をしていただきたいと。まあ、これから海水浴シーズンにもなってきますのでね、まあ、しっかりと我々としても検査を繰り返して対応したいと、最新の情報を提供できればとこう考えています。あ、そうです、あの先ほども質問です、もう一件すみません、あの、今後ですね、洋上風力について、はい、やはりなんかその水質の流れっていうのを作っていく必要があるというふうに考えていらっしゃいますか。はい、実は佐賀の方でですね、これ民間企業と県の方でも連携してとか、実はさまざまなところで実証実験的なものは今行われようとはしているんですね。しかしまだまだそれを事業化にしていくというまでには結びついていないというのが今の現状。我々市内の協議会においても、そうしたものの規制緩和の点であるとか、あるいは事業者の皆さん方、あるいは権利関係を持った皆さん方のご協力といったものを求めてはいるんですけどね。いや、やっぱり、ね、日本の場合なかなか進みづらいというのが現状かと思います。ただこれが起爆剤となってくれば、おそらく陸上よりは洋上にどんどんシフトしてくるんではないのかなと、このようには思うんですね。お買い物にございますでしょうか。はい、よろしくお願いします。